やるね。見切りました。決闘せよ。万雷をもって葬り去りましょう。なかなか。遅い。ジャッジメント。逃げ道はあり。よっ、それ。やるね、早く。なかなか。はっ、みんなは俺が。決死だ。隠れる術はありません。まだやれる。不安定な要素は取り除く必要があります。葬り去りましょう。どこから。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿ってよ。じゃから目を閉じるがいい。ベガリレーを廃止してほしいです。下りました。無我の境はまるで影の。やっせっ、そこ立ってやるね。それくらい。みんながそばにいて粉々よ。はっ、
無双わめきなさい。全てを無へ装甲の恩。早くよっ。この世はまるで影に全力攻撃。裁きの雷槌稲光すなわち永遠の夏を断ち切ります。それわめきなさい。影のよ粉々よ。見切りました。それ剣票恩を断ち。わめきなさい。よっよっ。はっ。逃げ道はありますよ。ここより弱滅の時。よっ。せい。何時の負けじゃエイ。私の負けです。どうして自らの民を彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間さらには時間をも超えすでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。永遠、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影。無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在天下を太平せし者。臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫不変の永遠を。天理わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い変化を失いただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬ。
であれば滅んでも問題はないじゃろ。ミコ、その妄言を撤回してください。未来永劫変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは汝の約束などではなく汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ。じゃが永遠は汝にとって、あまりにも残酷すぎるぞ、ヘイ。私？汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間、ここで一人、寂しかったじゃろ。しかし、これは必要なことで。前へ進まなければ、逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も、失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ。